ごち如来石造蓮華寺は、京都州京区にある新言総お室派の別格本山の寺院。三号は、ごち山。本尊は、阿弥陀如来。キュウリに薬病を封じ込め、病気併用を祈願する、キュウリ封じの法要で知られる。天行五年に、五霊勢天皇の直眼により、藤原康本が、広沢池の近くに改装し、やがて忍那寺の奥の院とされた。その後、 応仁の乱の陛下に会い、寺地を、鳴滝音と山の山上に移し、長い後輩の時代が続いた。伊勢国生まれの江戸の豪商出身の常信が、寛永18年に再興し、仁和寺の里志新方新郎から、ご地山蓮華寺の事号を、改めて安堵された。今日も境内にその姿を見ることができる、ご地如来石像も、この際に、常信が目次起草、目撃葬。 広島省に依頼して作成させたものである。1928年、仁那寺の東隣である現在地に、寺地を移す。1958年、ご地如来石像をはじめとして、温度山に残されて、離散、損傷していた石仏群を収集、修復して境内に改めて祀った。罪とがも焼き滅ぼさん、誓いにてほのほの中に立ちませ。 ルミオ、歴史の不死は次のウェブサイトによった。レンゲジについて。ごち山連結。ごち山レンゲジ。2014年6月22日閲覧。第15番レンゲジ。近畿36不動村霊場会。近畿36不動村霊場会。2014年6月22日閲覧。ありがとうございます。